藤谷蓮次郎です。記憶旅行と題しました当チャンネルをご覧いただいてありがとうございます。このチャンネルは昭和、平成、令和と生きてまいりました私が子どもの頃からを振り返っていろんな芸能、芸術のところで私はこれいいなと思ったというような記憶を手繰り寄せまして、まあ特別な音楽理論とか特別な映像論があるわけではありませんが、その一人の少年、そしてまあ今大人になりましたけど、そのあたりの気持ちを思い出を雑談としてお話しさせていただくというチャンネルです。ゆったりした楽な気持ちでお楽しみいただければと思います。よろしくお願いいたします。それをもってですね、同時代の方々には、あ、そうそう、その曲ね、実はこういう聴き方するといいんだよとか、あるいは若い世代の人たちにはそういうものがあるんだ、一回聞いてみようかななんていうふうに思っていただいたり、あ、映画なら見てみようかなと思っていただいたりすることを目的としてやっておりますので、ぜひとも興味持たれた方は探していただいて、ご覧いただいたりお聞きになったりしていただけると、私としては希望が果たした感じになりますので、よろしくお願いいたします。なおですね、可能な限りリンクを貼ってまいりますので、そのマネジメントサイドに、そのアーティストのマネジメントサイドに権利が行くようなものであれば、曲とか映像のリンクがありますので、概要欄の方もちょっと開いてみていただけると曲に飛ぶ場合がありますので、よろしくお願いいたします。それでは参ります。今日からは新しい企画になります。杉山清隆&オメガトライブのアクアシティを取り上げる1980年代傑作アルバム全曲アプローチの第12弾です。今まで11枚の1980年代のアルバムを取り上げてまいりましたが、12弾としては杉山清隆&オメガトライブのこのアルバムを取り上げさせていただきます。当時私小学生だと思うんですが、ブルーが基調となった都会の街の海沿いの街の夜景だったかな。で、すごく綺麗な、うわー、なんかすごくキラキラした都会だな、なんですけど、ちょっとブルーの感じが深めのブルーだったと思うんで、夜の闇の中に浮かぶなんかライトアップされた街みたいな感じだったと思うんで、眩しいようなちょっとなんか冷え冷えとするような田舎育ちの少年としては、そんな気持ちを持ったジャケットだったような気がいたします。このアクアシティの1曲目として今日ご紹介するのはサマーサスピション、言うまでもありません。杉山清隆&オメガトライブの最初のヒット曲ですね。何らかの大きな賞をもらったりもしていたらしいですが、曲が詩がカン・チンファさん、曲が林哲司さん、曲と編曲ですね。ある意味この時代の、まあ、一つの、時代を担った作曲家の方と言っていいと思うんですが、このサマーサスピションは当時聞いてて思ったのは、すごく都会の都会育ちの恋人たち、都会育ちのとか都会のお兄さんお姉さん格の年の人たちの、それも20代とか、どっちかというと大学生より上の雰囲気があったんですけど、その方たちの恋愛が破綻する、それを夜の街の高速道路を車で飛ばしながら、別れ話をどっちが持っていくかっていう感じの読み合いになってる冷めた2人の感じ、それまでは子どもの私でも分かったんですが、すごく都会的なっていう感じはやっぱりあったんですよ。この時期に、後のイメージと間違わないでおきたいのは、この時点では確かにサマーサスピションですから、夏のお互いですから夏というイメージはありましたが、海とかね、二人の夏物語みたいな大ヒット曲があったんで、そういうイメージっていうのがすごく強く出てくる前だったような気がするんです。今回この曲聴いてて思うのは、やっぱりいい曲だなと思うんですけど、どちらかというと都会的の都会は、当時の田舎者の中学生の私が感じるような、いろんな人が集まってきて、いろんな価値観が乱れて、様々に存在しているという、いわばシティとして街としての、曲ではなくて、都会というイメージの中にボコッと浮かんだ、とっても分かりやすい形で整理された都会の男女、すなわちアーバンなとか、いわゆる不動産の人たちが言うようなアーバンライフな感じのアーバンだなというふうに私は思ったんですが、
今回聞いてみて本当にその感をまた強くしました。というのはメロディーといいサウンドといい、すごく分かりやすいというか、実は都会的というよりもむしろ歌謡曲にかなり隣接する感じの、多くの人にとって聞きやすい、最初からこう心が何らかの疑いというか不全な気持ちを持って、相手の恋人に対する疑いを持った焦りみたいなのを、例のタタンタンタタンタタっていうあのリズムでずっとこうどん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 急かすようにまず演奏が続いて、そこからあの杉山清隆さんの綺麗な声で、なぜ外したのさというあの僕が挙げた銀の指輪いつ、あのカンチンファーさんのフレーズの出だしのフレーズまで一気に支えながら、最初のタタン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 で早めに抑えていって、そこからうーっとゆっくり歌うんだけれども、ゆっくり歌ってる感もどっか焦りみたいなのが来る。そして、あの B メロっていうんですかね、 I can say のところですね、そこちゃんとコーラスが入ってるんですよね。比較的はっきりしたコーラスワークで、いわゆる音をすごく複雑にして、そこをミュージシャンたちが楽しんでるという作りじゃなくて、きちっと聞き取れるこの終わりかけている2人の恋愛関係に対する焦りとか苛立ちとか諦めみたいなものがあるんだよここにっていうところを音で表現していて、全ての歌詞からメロディーラインから、そしてサウンドの面まで、一定の明確な映像を結ぶドラマになっているというふうに私には思いました。特にですね、I can say のところが一番今回驚いたんですが、コーラスも入ってて、そこからポコポコいうパーカッションも入ってくるんですよ。ここで、彼女に対する疑いというのが一気に加速していって、で、一番後半の部分に出てくるこんな気持ちで、気がおかしくなるというようなフレーズですね。ここのちょっとこう不全な、完全に転げ落ちる前の不安定な部分を表している杉山清隆さんが歌うメロディーの美しさ、こういうのもすごく魅力的で、全てにおいてこの曲というのは売れるべきして売れる作りだったなと。丁寧に丁寧に作られている、オメガトライブというバンドであるが作られている世界というのは、日本全国の人たちに分かるような、日本全国の人たちがイメージする都会で暮らす20代半ばから後半くらいの男女の別れ話をどちらが持っていくかというドライブ、ナイトドライブの感じ、そういうのをドラマとして丁寧に丁寧に作り上げた曲だったんだなというのを今回聞いてみて改めて感じました。杉山清隆さんのイメージがね、ハワイとかとも結びつくんで、どうしてもあの、いわゆる海、夏っていうイメージが強くなってるんですが、本当はこのサマーサスピションはそれよりも東京から横浜の方をあたりを抜けていく感じの、でもその高速から降りないで走ってるカップルの車みたいな感じは私はするんですが、皆さんいかがでしょうか。いずれにせよこのアクアシティというアルバムのある種これからどうやって聴いていこうかという方向性が、このサマーサスピションによって私としては明確になったような気がします。きちっとこの時代の中で生きている男女の分かりやすいドラマとしての、それでもね、歌謡曲ほどそっち側にみんなに分かるっていうふうにいかないで、ちょっと距離がある洗練された都会的な感じ、ただし音楽そのものに強くいくというよりも、もう本当にギターの振るような音があったり、キーボードの綺麗な飾りがあったりというようなところで、丁寧に丁寧に、みんな分かってねっていうところで作られてるなと、それを目指したアルバムというふうに感じられると同時に、もともと自分たちで曲を作っていたオメガトライブの人たち、杉山清隆さんを中心としたオメガトライブの人たちの自分たちのアイデンティティというのはどういうふうに出てくるか、そういうところで聞いてみたいと思っております。今日は1980年代傑作アルバム全曲アプローチの第12弾として始めました杉山清隆とオメガトライブのアクアシティから、
1曲目サマーサスピション、大ヒットはサマーサスピション、ヒットするだけの作りであったというところでだけ丁寧な作りの曲であったというところと、今後バンドとしてどういう風になっていくのかというところを期待して始めたいと思います。共感していただける方はぜひともチャンネル登録またいいねの方もよろしくお願いいたします。また次回、今度は2週間後になりますけれども、2週間後にまたお会いしたいと思います。よろしくお願いいたします。最後までご覧いただいてありがとうございました。失礼いたします。